皆さんこんにちは、鶴巻真希です。本編開始前にお礼とお知らせです。3月に当チャンネルで呼びかけた私のカメラで桜を撮ってみた2021、たくさんの参加ありがとうございました。現時点でハッシュタグのついた動画は34本にもなりました。締め切りなどは設けていませんので、今年撮った桜であればまだまだ OK です。でもけじめとしてこの場を借りてお礼を申し上げます。可能ならば夏を題材とした企画もいいかなと思っています。それはまたゆっくり考えましょう。さて、ある動画のコメントのやり取りからのお遊び企画です。ビクチャーのボトムグレード AC420 が2980円の価格に1000円オフのクーポンをつけて売ってました。はい、1980円で買えてしまいました。中身が同じカメラを他にも持っていますが悪乗りしてしまいました。せっかくだからこのカメラで遊びましょうってことで、お遊び企画激安カメラで新緑を撮ってみたです。激安の基準は主観で判断すればいいです。もしよければお遊びに付き合ってください。それでは本編始めます。激安カメラで新緑を撮ってみた庄内緑地。皆さんこんにちは、ソフトオクです。そんなわけで、今日は安物のカメラで遊んでみます。野菜カメラは、SJ カムのトイカメラだったりします。今日、用意したカメラは、冒頭で紹介したビクチャーの AC420。それと、海外サイトで買えば、3000円台半ばで買える E-10 HQ です。どちらも、手ブレ補正はないので、ジンバルに取り付けて撮影しました。低価格のカメラの画質はどうなのか、ジンバルに装着すればまともな動画撮影ができるのか、なかなか興味深い企画ではないかと思います。ジンバルも安く買えることがあります。やはり1台は持っていたいですね。到着しました。あれ、なかなか良い感じに撮れてません？そうなんです。このカメラ、条件が良ければ十分実用になるんです。条件が良ければね。いやいや、十分綺麗ですよ。色がコロコロ変わっているような気がします。そうなんです。でもまだ我慢できるレベルですけどね。しかし、春ですね。緑が生き生きとし始めました。うん、このカメラでうまく伝わると良いのですが。
これは八重桜でしょうか？綺麗ですね。今まであまり興味がなかったので、知りませんでしたが、八重咲きに花をつける桜の、総称が八重桜なんです。だからこれも八重桜の一種ですね。だったらこの動画も、私のカメラで桜を撮ってみた、ですね。そうなんですが、今回は別のテーマでやっているのでそちらの、タグは控えます。いきなり色が変になった。そうなんです。これさえなければコスパの良い格安カメラなんですけどね。ビットレートも低めなので 32GB のカードで5時間以上撮れます。綺麗に撮れる時もあるから残念ですね。カメラは E 兼 HQ に変わりました。リモコン付きのものは型番が HQR に変わります。随分しっかりした感じの画質ですね。それに、動きも滑らかに感じます。はい、このカメラは 60fps でも綺麗に撮れますからね。最近ではとても貴重なカメラになってしまいました。がいっぱい咲いてます。そうですね、すっかり春です。まあ、今日は風が強いですけどね。そんな理由でノイズまみれなので全編 BGM のみで現地の音はミュートしてます。設定を 1080p30fps に変えました。最近のカメラは 60fps は低解像度からの引き伸ばしで 30fps の方が高画質なことが多いですが、このカメラは解像度の違いを確認できません。この画質で 32GB のカードで5時間ですか？いろいろ用途がありそうですね。
4K はフェイクで低画質なはずですが、2.7K もいまいちに思えます。性能的に背伸びしている感が否めませんね。実はこの後近くにある神社へ歩いて行きました。星神社、七夕に深い関わりのある神社です。ただ長くなってしまいますし、そちらの動画はまたの機会とさせてください。多分別の日の動画を挟んでちょっと先になると思います。それではエンディングに入ります。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画をメインとして、視聴者様が楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなります。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。物語る本質が見えた時には僕らは傘を